対比所とは、共愛道路で、車両同士が行き違いを行うための空間、または、長い急坂に設置される構造物である。なお、法令上では、非常駐車帯と設置目的が異なり、区別される。本校では、長い下り坂に設置される緊急対比所についても、記述する。対比所共愛道路で、車両同士が行き違いを行うための対比所は、一車線、または、 福音の狭い道路で車両が行き違いするために適当な間隔で設置される路肩より広い空間である。二車線化ができない道路の改良手段として設けられる場合もあるほか、退避所の案内標識も存在する。緊急退避所緊急退避所は、下り坂でブレーキが故障した車両のほか、フェード現象やベーパーロック現象を起こした車両を停止させるため、砂漠や 小タイヤなどを積んだ上り坂の側道として、坂の終点や中腹に設置される。緊急避難所と表示されることもある。箱根新道や、薄バイパス、国道274号の日照峠、国道45号の中野坂峠、東九州自動車道の末吉高辺国武館の、ほか、山岳地帯の主要道に参見される。 最低地上高の低い一般的な車両が突入した場合、スタックや車両破損の可能性はあるが死亡事故を含めた重大事故の回避率が大幅に上げられることが期待できる。ありがとうございます。